流陸はロシア帝国の保有した装甲巡洋艦。日露戦争ではウラジオストク巡洋艦隊に所属して活発な通称破壊戦を行ったが、ウルサン沖海戦で日本軍の主力艦隊の遊撃部隊である第二艦隊に撃沈された。長崎に停泊している本艦。本艦の基本設計は装甲艦の延長で水面からの還元が 艦首から艦尾まで高い平ら乾板型船体である。本艦の船体形状は、艦首水面下に昇格を持つ平ら乾板型船体に、搬送用の3本のマストと中央部に2本煙突を持つ当時の一般的な装甲艦の形態である。本級は防御面において全級よりも強化され、船体の側面は2 0 3ト、mm、ルから3 0 5ト、mm、ルの厚さを持つ鉄板で防御され、 砲角部は三百五ミリメートル、司令塔は最厚で百五十二ミリメートルであった。武装装甲配置の概略図三十五口径千八百九十二年型二百三ミリメートル砲。写真は、同型砲を搭載した巡洋艦アドミラル・ナヒモフの主砲見。身本艦の主砲には。 ライフル砲である35口径1892年型 203mm 砲が採用された。その性能は 90kg の砲弾を最大行革15度で 9150m まで届かせる性能であった。これを単装砲画で原則系スメート配置で4機を搭載した。砲画の不良格能力は行革15度、不覚5度で旋回角度は200度の旋回角度を持っていた。 発射速度は毎分一発であった。本艦の副砲は、四十五口径、千八百九十二年型、百五十二ミリメートル砲を採用した。その性能は、四十一点四キログラムの砲弾を、行角十三点四度で九千百四十メートルまで届かせられ、射程五千四百九十メートルで四十三ミリメートルの鉄板を貫通できた。これを単 減速ケスメート配置で16機を搭載した。砲画の不良角能力は、行角20度、深く5度であった。旋回角度は、狭い砲門から方針を出すので社会に制限があった。発射速度は、毎分7発であった。その他に12センチメートル単装砲を6機、近接戦闘用に43口径をチキス47ミリメートル砲を、単装砲賀で6機、 20口径 37mm 方針砲を単装砲がで10機搭載した。対地攻撃用にバラノーフスキー式20口径 63.5mm 上陸砲を単装砲がで片元1機ずつ計2機を配置した。対艦攻撃用に 381mm 水上魚雷発射管単装を6機を搭載した。ありがとうございます。